たまに取れます、たまにたまに味気なくなりますけど許しください。たまに後ろ作品に加工を取られてたまに味気なくなる。あ、取られた、取られ、thank you.
We'll be right back.
出そうと思わなくてもこの時点で全然顔が変わってる。同じ下書き使ってるのに入ってるね。あるお世話になった社長さんがいるんですけど、私その人のね言動がちょっと信じられなくて、
その人の言動がね、そうおるからね、その人の言動がね、もう信じられなくて、ちょっと絶縁、あの、YouTube も配信されてる範囲、絶縁が。VR でもダメ出しされてるわ。お選挙嫌い。人にお説教する人ってさ、自分ですっごい人間できてる、私はもう絶対私の言うことは間違いないと思ってるのかな。どういう価値観、人に説教できる人って。私できないけど、動画でさ、自分のね、いろんなことは動画にしてるけどさ、こんな感じで霧がかかります。不思議な色に なってます。これね、霧かかって、もう今はちょっと白っぽすぎますけど、これ乾いたらまた若干下の緑とか色が浮き出てきます。今は樹脂がね、樹脂ってね、白濁してるので、乾いたら割ともっと透明になるんで、今、でもうっすら霧はかかってます。この感じが。そう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 。ね、配信とかでね、ファンの人がね、共感してくれるのはね、当たり前、ファンなんだから。でも私たちもね、友達だから言うんだよ。え、友達と思ってないんですけど、いつから、おろしたての筆あかんな、毛抜けるね。きにくいわ。なんか通りがかってさ、通りがかってコメント入れようかなって、どういう気持ちなんですか。TikTok ライブ始めてしばらく経ちますけど、未だに他の人のライブに行けてない私なので。
Thank you.
ちょっと YouTube の方もいいかな、スタッフさん。 YouTube の方も、うん、はい、同時配信、昨日も一日これちょこ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 微調節、この辺ちょっと鉛筆見えてるところに、これにね、これにちょっと線が邪魔どうすんで、初期のね、初期のこのステンシル、ほら、いろいろある。人魚姫、女の子、ゆう、なんて呼んだらいいんですか、ゆうちゅこさん、こんばんは、ゆうちゅこさん、 TikTok と同時配信しております。さん、こんばんは。さあ、これをどうすんべえかの、そうすんべえよ。久しぶりにする、これ初期の時に頻繁にしてた技法なんですよ、スパッタリングっていうね。すごいね、初期に使ってたものを。別荘の方でこれを使った作品も、初期の作品も別荘の方に飾りましたので、はい、ここはあのココファミリーの別荘に飾りましたので、皆さんの別荘ですのでね、本当は画家さんです、オペラ歌手では、はい、オペラ歌手かもしれません。 TikTok と同時配信でライブ配信、お絵かき配信しております。 TikTok と TikTok TikTok SP、昔よく描いてたんです、満月、あのお月様の絵をね、木を染めて。久しぶりにじゃん、久しぶりにじゃん、1,2,3 4人目いきます。今はね、もう画風を絞ってるので横顔をほぼ描くことはないんですけど、初期の頃はよく、あの横顔ってね、すごくシルエットが分かりやすいので、よく横顔の子供描いてました。
Thank you.